滝連太郎8月24日から1903年6月29日は日本の音楽家、作曲家。明治の西洋音楽黎明期における代表的な音楽家の一人である。一般的には滝連太郎と表記されることの方が多い。1879年8月24日、旧肘藩多岐義弘の長男として、 東京府芝区南作館町2丁目18番地に生まれる。滝屋は江戸時代に文吾国に出版の過労職を代々務めた上級武士の家柄である。父、吉弘は廃藩置県後状況、大倉省から内務省に転じ、大久保利道や伊藤博文らのもとで内務官僚として務めた後、地方官として神奈川県や富山県と山市。 大分県武田市などを移り住んだため、レン郎も、生後間もなくから各地を回ることになった。1886年5月、神奈川県市販学校附属小学校に入学。同年9月、富山県人城市藩学校附属小学校に転校。1888年5月、東京の麹町人城小学校に転校し、同校を1890年に卒業。 卒業時にはピアノを演奏したと伝えられるが、その曲目は不明。その後、故郷の大分県人上師範学校付属、小学校高等科に入学したが、父の転勤で、同県内直入郡の高等小学校へ転校した。1894年4月に同校を卒業し再度、上京。同年9月東京音楽学校に入学し、ピアノを立場内とへ演算講師に学ぶ。 1898年に本科を卒業し、研究科に進む。こうして、滝は作曲とピアノ演奏で、メキメキと才能を伸ばしていった。1900年10月7日には、東京市高島地区にあった聖公会、グレースエピスコパルチャーチで、元田作の神より洗礼を受けて、クリスチャンになり、10月28日に、ジョン・マキムから、献身礼を受けた。明治時代の前半に、 多くの翻訳消化ができたが、日本語訳詞を無理にはめ込んだ、ぎこちない歌が多く、日本人作曲家によるオリジナルの歌を望む声が高まっていた。彼の代表作である、工場の月は、箱根八里と並んで、文部省編さんの中学商家に掲載された。また、人気の高い曲の一つである、花は1900年8月に作曲された、4曲からなる組曲、 式の第一曲である。お正月、ハトポッポとして歌詞が書き直される、雪や、コンコンなどは、日本生まれの最も古い童謡作品として知られるが、これらは1900年に編纂された幼稚園昇華に収められた。また、工場の月は、ベルギーで賛美歌になったことも判明した。また、ピアニストとしては特にラファエル・フォン・ケーベルに支持し、その影響を大きく受けて、 ドイツ音楽を史上とする奏法を貫いていた。1901年4月6日、日本人の音楽家では3人目となるヨーロッパ留学生として出国し、5月18日にドイツのベルリンに到着。同地で日本語教師を務めていた文学者の岩屋サザナミやバイオリニストのコーダミユキ、また海軍軍学隊から派遣されたクラリネット奏者。 吉本密造などと交友を持ち、共に室内楽を演奏したりした。さらにライプツヒに向かい、ライプツヒ音楽院に入学する。文部省外国留学生として入学、ロベルト・タイヒ・ミュラーにピアノをザ・ロモニアーダスゾーンに作曲や音楽理論を学ぶが、わずか5ヶ月後の11月に肺結核を発病し、現地の病院で入院治療するが病状は改善せず、 帰国を余儀なくされる。1902年7月10日にドイツを立ち、ロンドンを経由して10月17日に横浜に着く。その後は父の故郷である大分県で療養していたが、1903年6月29日午後5時に大分市稲荷町339番地の自宅で死去した。満23歳没。結核に侵されていたことから、 死後多数の作品が焼却されたという。作曲数が多かったと考える者も,もいるようだが、現在はっきりとその存在が確認されている。作曲作品は34曲と、決して多くはない。滝屋の墓所は、肘町の流泉寺であるが、伝太郎は、父と信仰のあった大分市近池町の万寿寺に、葬られた。海名は、北心星、蓮子寺。 2011年3月、レンタロウの墓は、親族らの遺行により万寿寺から、先祖の眠る龍泉寺へと移設された。龍泉寺には、レンタロウがドイツ留学時に愛用していた火鉢が残されている。2019年2月、レンタロウが書いたとされる手紙や譜面、写真など200点以上もの資料が、武田氏に寄贈された。各曲に有名な作品が多い滝だが、 1900年には日本人作曲家による初めてのピアノ独創曲、メヌエットを作曲している。肺結核が悪化して四季が近いことを悟った時、死の4ヶ月前に作曲したピアノ曲、恨みが最後の作品として残された。メヌエット、恨みを除いて全て声楽作品である。 1896年、1897年、1899年、1900年、1901年、1902年、1903年。その他に他の作曲家の作品の編曲も存在する。作品の一部は鉄道に関する音楽にも採用されている。工場の月は、九州旅客鉄道の分をたけた駅の列車到着時に利用客に向けて流され、箱根八里は、 箱根登山鉄道等の発車メロディに使用されている。また、花は東京メトロ銀座線浅草駅にてご当地メロディーとして使用されている。かつては東北新幹線、上越新幹線の上野駅到着、発車時の車内チャイムとして使われていたが、東京駅のリーれゴは使用されていない。ありがとうございます。